それでは早速シンポジウムを始めたいと思います。本日はまず、本日の基調講演としまして、東京国立博物館、調査研究課長の、田良島聡様をお招きいたしました。田良島様は、京都府教育委員会、文化財保護課から、文化庁を得て、東京国立博物館に現在勤務していらっしゃいます。人文、人文学研究や文化財に関する情報処理の、専門家として、東京国立博物館の、デジタル展示の中心となっていらっしゃる方でございます。それでは田良島様、どうぞよろしくお願いいたします。東京国立博物館の田良島でございます。よろしくお願いいたします。今ご紹介をいただきましたように、私東京国立博物館で、調査研究課長という、分野仕事で言いますと、いわゆる平常展、常館内で、常日頃展示しているものの展示に関する仕事、それから、館内における博物館、研究機関としての調査研究の責任者をしておりますけれども、館内で、それと並行いたしまして、ここ10年ぐらいの間に、デジタル文化財のデジタル化、それとデジタルコンテンツの活用という、仕事ことが、次第に仕事として増えてまいりまして、それに関する、ことにいくつかの事業研究に、関わっております。今日はそのあたりの経験をもとにいたしまして、主として当館の事例をご紹介をしながら、文化財博物館の資料というものをデジタル化するという意味、それからそれを、どのように活用していくかという方向、そこにどういう課題があるかということについて、割と短めになりますがお話を申し上げたいというふうに思います。博物館に関する、言葉としてですね、国立民族学博物館の初代館長を務めた梅沢忠夫の言葉に、博物館は博情館であるべきであるという割ともう古典的になった言葉がございます。1977年にこれを言われてるんですけれども、その通りでありまして、その情報のついてないものというがあることほど博物館にとってちょっと始末のに負えないことはありません。どこの何かわからないっていうものがですね、博物館にあっても、これはある意味使いようがないわけですね。ですので、博物館は同時に博情館である、情報をすべからく、確保しなければいけないと。で、梅沢忠夫の言ったことは、これはそれに加えて博、つまりそれを公開をしなくてはいけないということが、もう一つの趣旨だろうと思うんですけれども、これが現実化したのがここ、大体20年ぐらい、いわゆる情報化の社会、それからネットワークの発達というものが、顕在化をしたこの時代というわけで、事実であると同時にあるべき姿でありますし、実現をしていく方向に持っていかなければならないということでございます。で、一方で、逆にちょっと行き過ぎもありまして、じゃあ情報があれば物はいらないかっていう、その情報さえあればその現物はなくてもいいだろうという、こう生き方っていうのもちょっと一時あったんですけども、博物館としてはやはり情報の背後にはやはり物がなくては、情報の存在意義というのはないわけでございまして、基本的には、物をバックにした、情報というものをいかに、使っていくか活用していくかということが、一番大きな課題になっているわけです。で、そこでなかなかやっぱり難しいのは、物ですね。それから情報、こと、それにまつわる物にまつわるさまざまなこと
をどのようにして組み合わせ、表現をし公開をしていけばですね、一番よく伝わるかという問題でございます。でこれは博物館としては、博物館はそれをその展示という形で表現をしてあるわけでして、そのどのように展示をするかというのが、博物館の日々こう苦労をしているところなわけです。で、ただこれはそう簡単なことではございませんで、それを実装するということは大変難しいわけですね。で、一つの事例といたしまして、その展示をするときに、キャプション、札が横につくわけですけれども、これをどれだけの量にをするのかという、選択がございます。私どもの博物館ですと、東京国立博物館、上野東京国立博物館ですと、来ていただければ分かりますが、これ非常に控えめ、つまりことは非常に控えめに出ております。あまり、私どもの世界、館内でですね、119字解説というふうに呼んでいるものがあるんですけれども、つまりその物が一つあると、それに関する説明は1枚、パネル1枚119字で、できるだけ必要かつできるだけ十分なことを書けということになるわけですね。で、これがこう人がたくさん、お客さんがたくさん見える、特別展になるともっと厳しくなりまして、95字解説と言います。それより減らさないと、そもそも読んでもらうということ自体が、難しいですし、逆にその、あんまり長くとどまって、その読むためにあんまり長くとどまられても困る。これはそのある意味工業としても困るわけです。ですので、どれだけの量の、この情報を展示室の中に持ち込むかということは、展示の中で非常に、厳しい選択になるわけですね。で、この辺が博物館の性質によって様々でございまして、例えばお隣の私どもの隣の科学博物館さんの展示なんかは割とことが多い、ずらずらずらっとパネルに文字が書いてあるという、展示のスタイルを取られることが多いようです。で、これはどっちが良くてどっちが悪いという問題でもないんですけれども、いずれにしましても、その実際に物を出したときにどれだけの情報をくっつけるか、ということは博物館にとっては、絶えず、判断を迫られていることであるということですね。で、次に問題になるのは、そこから漏れた情報をどのようにして提供するかということです。で、これは昔といいますか、あまり博物館が親切でなかった時代であれば、あとは自分で調べてくださいで、済んじゃったようなところはがあるんですけれども、今はさすがにそういうわけにはいきません。基本的に博物館の持っている情報を可能な限りできる、表に出していかなければいけないということと同時に、分かりやすく出していかなければならないということになります。で、しかしこれはなかなかこれもまた簡単なことではございませんで、特に現実の世界、リアルな世界でこれを実現しようと思うと、非常に、コスト、人で、両方対かかることになります。で、そこで一つ、そういう多様な情報のリクエストというものに対して、デジタル化という、現代の手段でもってなんとか対応できないだろうかということが、一つ博物館としてはいささか受け身な姿勢なんですけれども、出てまいりました。で、ここでちょっと私どもの博物館そのものの性格といいますか、を少しお話をしておきたいと思いますけども、慶応義塾様はさすがに150年だそうですけれども、私ども140年、今年、明治5年に、湯島で博覧会を開いたのが、起こり起源ということになっておりています。今年が140周年です。で、1881年、明治14年に上野の現在地、旧寛永寺本坊跡に引っ越しまして、明治33年には、当時の政府から、帝室、つまり皇室に移管をされて、東京帝室博物館ということになります。
でさらに第二大戦後の昭和22年に、国立博物館となり、しばらくずっと過ごしておりましたけれども、2001年の、行政改革、政府機構の改革によって独立行政法人国立博物館、そして、2007年に、文化財研究所と統合いたしまして、国立文化財機構という、大きな独立行政法人の中の一組織というふうに位置づけられています。で、さまざまその、歴史の中で一番大きな転機というのは実はその2001年の独立行政法人化でございます。で、ここのところで、ある意味その、博物館におけるものとことの関わり、あるいは管理というものに対して、非常に難しい問題を生じたというふうに言っていいと思うんです。で、東博の所蔵、以下東博というふうに略称をさせていただきますけれども、東博はだいたい11万件タイトル数で11万件余りの、所蔵品を持っておりますが、特色として、以下のようなことがあります。まず、11万って数が多い、たくさんあります。それから歴史的な幅が長いです。古いものは旧石器時代から、新しいものは場合によっては21世紀ごく最近に作られたものまで、非常に、時代のレンジが長い。それから、分野が広い。私どもの博物館で建物が、6つほどありますけれども、それぞれ一つずつ取って独立した博物館ができるぐらいの物の分野の広さがございます。ちょっと極端なことを言うと5つぐらいの博物館がより集まってると言っても過言ではないよ。とにかくさまざまなものが平たいもの、小さいもの、大きいもの、それから、立体的なものですね、ミクロの単位で測らなければいけないものから、数メートル、野外に出さなければ持ち出さなければいけないようなものまで、ございます。あと建物も、展示品と展示してありますので、そういったものまで含む。それから、博物館に入った経緯というのが様々ございまして、これは詳しく述べ出すと、近代史をしゃべるようなことになりますので、そういうものだというふうに留めておきますが、日本の近代のさまざまな歴史というものを反映して、集まっております。それから、国立博物館として、文化財の保護のセンターという位置づけをされておりましたので、希少性の高いもの、政府が指定をした国宝重要文化財というものを多数、持っております。それから、展示はもちろん大規模にやっておりますが、それと同時に、学術的な研究資料として、裏バックヤード側ではですね、閲覧に供する、学術的な閲覧に供する、あるいは情報を提供するというようなことを、やっておりまして、展示だけ活用といった場合に、普通博物館で活用っていうと、まず展示に出すっていうふうに言われますし、我々自身も展示がメインだというふうに考えるんですけども、それ以外の活用というものが、かなりの部分を占めるということ。それから、さらにですね、現在の所蔵品だけではなくですね、持ってるんだけれども新たに文化財として評価をされるものがあるということです。例えば写真、この後ちょっと2、3お見せしますけれども、写真はその明治時代から撮ってるんですけども、これは初めのうちはただの資料でございまして、特にその貴重なものとは考えて、なんていうんですかね、長期的に保存をするべきものっていう位置づけがない時代がありました。で、ところが最近になりますと100年経った写真は非常に貴重でございまして、でこれ自体が文化財ということで、新たにその博物館資料として位置づけられてくる。それからこれは大学でも同じかと思いますが、19世紀以前ぐらいの、ヨーロッパの本というものが、これが意外に私どもありまして、これもやはり今になってみるとですね、結構貴重なものいうことで、増えるんですね。黙っていても増えていくと、保存すべき資料は増えていくということがございます。そういう、
規模が大きいだけにそもそもさまざまなあの特色がありまして、おそらくその日本国内の博物館っていうのは、まあ、この中のいくつかの切り口でおそらくの性格を持って存在をしているところが大半だろうと思います。でそういう意味で言うと東博はそういうさまざまな博物館の、それぞれの側面が全部どっから照らしてもどっかの博物館に見えるという、側面を持っていまして、まあ、サンプルとしては非常に一番、まあ、複雑極まりないサンプルであるというふうに言っていいのではないかというふうに思います。で、実はその先ほど申しました独立行政法人になりましたときに、さまざま実務的な課題が生じました。で一つは、もちろん人的な資源の限界です。独立行政法人になりましたが国から来る運営交付金は基本的に限られておりまして、でしかもあのこれを人件費に割ける範囲というのは、独法全体で縛られておりますので、むやみやたらとというか一人たりともですね、新たに人を増やすということは認められておりません。で減らさなければいけないというのが至上命題として、有無を言わさずかかっています。で、ですので、それまでやれていた仕事というのを、やろうと思えば仕事の密度を上げなければいけない、それから、効率化を図らなければいけないということになってきます。それからもう一つはその伝統的に行ってきた所蔵品の管理の手法っていうちょっと分かりづらい言い方ですけれども、これは大学でもそうだろうと思うんですけれども、密教に写病という言葉がある。瓶から瓶へ水を継いで、まあ、教えを伝えるっていう言葉がありますけども、博物館でその物を管理するっていうのもですね、実はかつてはその極めてその手工業的に伝わって、まあ、長い時間をかけて、ある意味口伝えで伝わってきたという、非言語って何て言うんですかね、文字化されない記録化されない部分で伝えられてきたという側面が結構ございました。でこれは組織が安定している場合はですね、例えば10年かけて私の知ってることを下の者に伝えようというのは何とかできることでありますけれども、独法化になりまして非常にその辺特に、まあ人が足りなくなってくる。で例えばどこでも同じかと思いますが、人事が任期付きになってくる。3年しかいない、5年しかいないっていうことになりますと、そこでこう伝わってきた情報が途切れるっていうことがですね出てくるわけです。で、それが一つ、まあ、実際にその独立行政法人になって見えるようになりました。で、その一方で社会的にその博物館の持つ情報こと、ものにまつわることをもっと、広く出してほしいというのは、高まっているわけでして、実際的にはなかなか矛盾した状況で、運営をしなければいけないというのが、現状、今日までの含めて現状でございます。でそこで、まあ、例えば情報化っていうことでなんかデータベースを整備しようというようなことになっても、これは例えば学芸員、私ども研究員と言ってる学芸員というのは技術的にこういうシステムができたからさあこれを使えと言われてもそう簡単に使うものではありません。で使わなければその情報、そこのある情報っていうのは決してこう良くなっていかないわけですね。そこでその我々にふさわしい情報の、管理の仕方、あるいは情報の伝え方っていうのは、どんなものがあるだろう、どうしたらいいだろうかということで、まあ、幸いその当時の、まあ、部長が、理解のある方、実は現在、慶応義塾大学で特任教授を務めた金子博明さんなんですけれども、が理解がございまして、まあ、その担当の研究員を、まあ、少ない中でやりくりをして増やし、システムの開発を始めました。で、その時私はその研究員、今村田という室長をやってる村田というものなんですが、その上で室長をやっておりましたが、基本的な考え方はどうしたらいいだろうということでいくつか原則的な考え方がございます。一つはデータが主体である。
それ以前にですね、アプリケーション主体のそのデジタルアーカイブというのがございまして、これがまあかなりの部分失敗をしてしまったという側面がありと、まあ、反面教師がございましたので、基本的にデータを主体でいこうというのが一つ で、 できるだけ既存の情報の蓄積化活用したい、まあ、もちろん新たに何か作るということは、それはもちろん手間ですし、手間暇かかり、お金もかかるということですし、活かせるものは活かそう。それから、当然のことですけども、それを、2年3年でまた新しくデータを取り直さなければいけないという状況は避けたいですので、長期の保存利用に対応しなければいけない。それから、できた情報はできるだけ幅広く外部の利用に供していく、まあ、それによっておそらくその情報というものに対する理解も深まるだろうという、これくらいのところをまあ基本的に考えました。で、そこで2006年度からですね、もう6、7年経つんです、6年ほど経つんですけども、すでにあったさまざまなデータをもとに、まずはその自分のところのものに関わる情報というものを、できるだけきちっと押さえていこうということで、改めて所蔵品の管理、情報管理の、システムを構築。これは外部委託をせずに、その研究村田という研究員が自前で開発を、していきまして、ある程度できたところで、現場に出して、実際に使ってもらっては使い勝手の悪いところをいろいろ不平不満を出してもらって、またそれを直すということ。それからそれぞれの現場の仕事の仕組みというものをできるだけ、きちんと把握をして、それまでの、仕事の手順というものにできるだけ、調和するように、あまり大きく負担を、新しい負担を出さないようにということを、心がけながら、開発が進みました。で、基本的にはそのものの情報のシステムがあるわけなんですけども、これだけではその博物館の中では使われません。なので必ずその仕事のそれのものにもの、それからものに関する情報を使う、それぞれに仕事に、関わるサブシステムをパッケージにいたしまして、それを順次、できるところから付加付け加えていったという、手順になります。で、どんな仕事があるかっていうと、以下のような、ここにご覧になる以下のようになります。まず日常やっている展示の、立案、それから、当然立案した展示は館内で行って事務手続きを経た上で実際に実施をされますので、そういう事務手続き、会議等の資料の作成といったものが一つの流れとパックとして成り立つようにということです。で、これは東博の場合はですね、展示室が、50ぐらいありますので、一つの部屋で、まあそうですね、20件とか30件のものを並べ、それが担当1人、1部屋1人の担当者がいる、研究員が担当するわけですね。で、それをこう所蔵品のデータベースから引っ張ってきてリストを作り、そして展示案にまとめ、どのケースに入れで、こういう趣旨の展示ですという説明をつけで、それを実際に会議にかける文書にしていくというところまで含めて一つの仕組みにし、サブシステムにしました。それから資料の受け入れ、これは博物館や美術館は必ずやることですけども、外部から資料を、ある場合はいただいてくる、ある場合は購入をするということがありますが、あるいはお預かりをするということがありますが、その際に作る資料、例えば大きさを測るなどというときは必ず、こういうときは必ずやります。それから写真を撮るということもこういうときに必ずやります。で、そういうときの撮った情報というものを、そこで逃さずに、こう共有するデータベースの中に取り込んでしまうというふうに、仕掛けました。で、これもやっぱり受け入れの会議がありますので、会議の資料が、それを作ると、それを使うと会議の資料ができるという仕組みにしました。それから逆に今度は出ていく方ですね、これはちょっと資料を見ていただきたいんですけども、これは今の話をちょっ と、少し実感をしていただくために出す数字なんですけども、当館で所蔵品の左側が所蔵品の毎年の貸し出しの点数です。だいたい年間
凸凹、ありますが、1000件近くの貸し出しが、1000点ですね、物の数で1000ぐらいの貸し出しがあります。それから平常展、日常館内で展示をしている展示で、2005年の数字で1万件のものが展示をされて、年間320回展示替えをしているということ。だいたい毎週、週単位ですので、毎日ではないんですけど、毎週ぐらい、毎週だいたいどっかで物を変えて、展示するものを変えているということです。で、これだけのその事務を、システム上で裁くということを、考えたわけですね。で、外部への貸し出しも、これも、様々な手順があります。それから最近実現しましたものとして、修理の情報です。物を傷めば修理をいたします。保存状態の確認、あるいは修理の使用、それから、修理している間に撮った写真、さまざまな情報がやはりこれも付随をいたしますので、これを、このデータベースの中に取り込んでいくという、仕組み。それから、作品の情報とは別に画像をそれぞれ機械ごとに撮りますので、その撮った画像を、必ず、物と紐付けをしておくための仕組みというんですね。スタジオで、作品の写真を撮りますと、これが必ず作品データベースと結びつくように、手順を作っておくということで、ある意味黙っていても写真が撮られれば必ず、その所蔵品情報データベースにはその写真が登録をされるという、仕組みが、かなりできています。それから外向けの、サービスとしては、その展示の内容を、ウェブ上で、公開をするという、今何を展示しているかということについての情報というものを、お見せをするという、これも実際のその展示の前になってですね、これはちょっと都合が悪いとか、これは傷んでたとかいうことで、こう展示品が変わったりすることがあるわけなんですけども、そうすると、展示品は変わったんだけども、広報の、情報はそのままになってたみたいなことが十分起こり得ますので、そこの表則を合わせようということで、今何が、博物館では見られるのかという情報を確実に伝えようという仕組みということで、これもやはり、先ほど、申し上げました平常展、の立案、事務手続きの次に、それを広報するという仕組みがございます。で、後ほど時間があればこの辺の実際に動いている様はご覧をいた、ネットがつながっていればご覧をいただけるかと思うんですけども、今ですから、今特別展を除くと、今東博で展示をしているものっていうのは全て、ウェブ上でリストを見ることができるようになっております。で、これがちょっとあれですけども、画像だけですけれども、こういう、作品データベースを作っておりまして、ちょっとその、作品のと説明の下に線が入っておりますが、これが実際にこの使われる機械ですね。展示をして、この時期は展示をしてるとか、あるいはこの時期は貸してるとかですね、あるいは、この時期は修理してるとかいう、そういうもの、のスケジュールが、分かるという仕組みです。で、ということで、まず会議より始めようということで、内部的な情報の流通を基本的にきちんとやろうということで、館内の誰もが使える情報のシステム、ないと仕事にならない。で、入れておくと将来的に自分が得をするという仕組みにしました。それによってかなりその日常的なにこのデータベースを見るようになり、情報の間違いとか、情報の不十分なところっていうのをチェックできるようになってきていると、だんだんなってきているようにということです。で、何と言いましても、その博物館の情報でよく使われるのは画像でございまして、これは140年前の創立時から画像写真の利用っていうのをやっておりまして、1872年に人身検査と呼ばれる文化財調査、関西方面の文化財調査がございますが、この時にすでに写真を撮っております。これは、法隆寺の百済館の、2枚あるのは、これはステレオ写真です。140年前、バーチャルリアリティなんですけど、なんていうなんですけれども、
この時代から本物に近く見せようという、意識というのは非常に強かったわけですね。でこちらは東大寺の大仏、ね、ということで、これは非常に貴重な資料でございまして、今ではこれ自体が重要文化財に指定をされております。で その蓄積が非常に大きかったんですが、画像のデジタル化は割と早くから1994年に着手をしておりまして、通常写真原版はいわゆるシノゴと呼んでおります。4インチ ×5 インチのシートフィルムがまあ基本ですので、これをスキャニングをして、データ化するということで、これは今でも大体このフォーマットでやっており出しておりますけれども、大きいもので、60メガバイトの TIFF、ですね、小さいものですと、まあ、サムネイル程度の、JPEG の画像が、使っております。カラーフィルムで10万枚、モノクロフィルムが20万枚、これは全てデジタル化を終わっております。こんな感じです。フィルムの縁まで含めて全部、撮っております。で最近ではボーンデジタルの画像になってしまいまして、フィルムの撮影をほぼやめましたので、最近では 6500×9000 ピクセルというだいたい6000万画素のデジタル画像を、基本的な撮影 の画像としております。で、外部提供も最近はフィルムよりはデジタルの方が圧倒的に多くなっておりまして、今提携をしております DNP アートコミュニケーションズという会社のサイト、サービス用のサイトに画像をアップロードすると、利用者はそこからダウンロードしてくるというクラウド型のサービスで、そのデータの提供というのをしています。で、そのようなデータの活用でございますが、ちょうど2009年度の補正予算、今選挙が始まってますけども、前の選挙のちょっと前ですね、麻生政権の一番終わりの頃ですが、なぜか補正でですね、国宝十分のデジタル化っていう予算、割と博物館にとってはすごい大きな予算がつきました。でそれで、結構国立の4館の国宝十分のデジタル画像を、たくさん割とたくさん作ることができまして、その成果は、e 国宝という、サイト、ウェブサイト、それからこれは、その後、うちの情報管理室の若い研究員が iPhone、iPad 用のアプリを開発をいたしまして、これがですね、大変人気があって、20万ダウンロードという非常に割と記録的なダウンロードをして非常に評判の良いアプリになっております。でその他にフィルムの二次元の撮影だけではとてもこれは予算がというちょっとすごい贅沢な話なんですけれども、撮影だけではとてもその予算は消化しきれないということで、これは前々から予測はされてたんですけども、三次元の計測をこの時に初めてやりました。でその、データを取得をいたしまして、それによって、3次元 のレンダリングが動く、番組ですね、映像番組をいくつか作って、これは YouTube で公開をしています。後でちょっとご覧をいただければというふうに思います。こんな感じです。キャプチャーはこんな感じになりますけれども、でその他に研究データというのもできるだけ、統一的に公開をしようということで、一応アーカイブのサイトを作っておりまして、博物図譜、それから、地図あるいは写真、さまざまな、研究成果のデータベースの公開、それから、他の組織との連携による若干のデータ公開といったものもやっております。で、それに加えましてですね、さまざまな企業さんですね、この方面の、マーケットというのがこれからどれだけ広がってくるか、というところなんですけれども、そこの一つの先駆的なケーススタディあるいはケース事業としまして、一つは凸版印刷さんとの提携で、高品質なデータですね、非常に高精細なデータを作った上でそれを元にしてナビゲーションですね、実際に、解説をしてくれるする一つの、弁紙付き の番組というのが作りまして、これを、公開をしております。5年ぐらい、
実験的なあの、まあ、シアターですね、ちょうど これよりは大きいかな、30席ぐらいのシアターを作りまして、それでお客さんを対象に公開をしてきましたが、来年の1月から、事業化をに踏みこすることになりまして、100席約100席の新しいシアターができまして、そこで、あの高精細な文化財の情報データを元にした、番組の紹介ということをさせていただきます。それから、クージットさんという、まあ、あの会社、それから電通国際情報サービスという会社と、連携をいたしまして、位置情報をあの使いました一種 の、 あの音声ガイドが、あの博物館の展覧会に行かれますと音声ガイドがありますけども、あれの、まあ、スマートフォン版のようなもの、その場所に展示品の前に行くと、センサーが位置情報を拾って、あの端末の位置情報を拾って、説明を流してくれるという、仕組みの実験を、これは期間限定ですけどもやっております。この辺がまあその、取得したデータで、この辺の説明はまあ既存の、説明その他をできるだけあの使い回せるようにということで、何せあの、先ほど言いましたように物の入れ替わりがあの日本の博物館の場合は多いので、あのずっと同じもので説明を使い続けるということはなかなか難しいございます。ですので、できるだけその辺は手間を省いてその、その情報提供というのができるようにしないと、なかなか、実用になるものはできません。で、ちょっとあの事例の紹介、ばかりになって大変恐縮でございましたが、これからやはりこれでもまだその画像とかですね、情報説明とかそのデータの数はまだまだ不足でございます。全体の数から見るとまだ何割という、段階です。これは地道に、まあ、継続をしていかなければならない。それから既存のデータも質の改善、フィルムのデータなどはすでにもう古いものになりますと最近ではもう使えないなっていうものも出てきましたので、既存のデータの質の改善をする。それから解説のようなテキストデータもやはり、日に、まあ、年々、内容改善していかなければいけないということになりますし、それからさまざまな外部提供、今でも、デジタルデータ画像データや、まあ、出版などで外部提供はしておりますけれども、さらに充実をする必要がある。それから、4番目としまして活用の手法でございます。今シアターとかそれから位置情報サービスといったものを実験的にやってるというふうに申し上げましたけれども、このあたりは今後 の、 そのデジタルミュージアムという、技術的な開発との連携がどのようにできるかというところが、課題かと思っておりまして、このあたりは、皆様からの知恵を、できるだけいただければなというふうに思っているところでございます。ちょっと駆け足になりましたけれども、私の話は、以上でございます。ちょっとあのまとまりのない話で恐縮でございました。ありがとうございました。